一緒に住むのをやめて別々にみんなで住む感じになります。別々にみんなで住む感じになります。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。セルウェッチです。ご無沙汰してます。はい、重大発表がありまーす。パンパカパン、僕らパンパカパン2年間、まあ、埼玉県に住んでたんですけど、あのこのシェルハウスを卒業いたします。引っ越しするんですよ、うん、一緒に住むのをやめて、うん、別々にみんなで住む感じになります。別々にみんなで住む感じになりますか。4つの家を点々と4人で住む感じやろ。そうそう、引っ越しすることになりました。うん、その時にね、うん、引っ越しって結構大変やなと思って、うん、引っ越しの裏話とかしようかなと思って。どう、やろうや、やるや。一人暮らしなのか、こうやってシェアハウスなのかによって結構動き方分かってくるよね。うん、そうね。で、多分、うん、俺らのは特殊やん、うん、特殊やったやん、うん、今まで住んできた家、うん、そうだ、そう、まあ、もう俺らの一存では全く決めてないんだよ。そうね、まあ、そこしかなかった。でも、まあ、この今住んでいる家も正直ね、家を出る3日前に決まったんですよ。関西の家を出るのは決まっとったけど、うん、3日前に契約が決まって、うん、あれやろ、決まってたやろ。もともと家決まって、決まってたか、まあこれここがええかなっていうのは結構順調に動いとったんやけどね。突然彗星のごとくギター弾けないと死んじゃう。金髪のボーイが加入するとなったので、やべえ家がねえ。3人まずそう 3K3DK3LDK の賃貸マンションの部屋って、まああるやん、割とある、うん、あったねんな、うん、でも4人ってなると4人がおのおの部屋あって、こうキッチンのスペースもあるマンションってまずないよって、うん、探してなって、うん、そうなるともう一戸建てになるわけよね、うん、っていう苦労がまずあったな。そう、2年前の今頃であったし、うん、あの基本的に男子4人でシェアハウスって可能なのがすごい少ない。まずその審査に通らないんですよ。そうそうそう、シェアハウスっていうのはもうそもそもだから1人が飛んで家賃払えなくなってダメでしたっていうケースがすごい多いんだよ。だからシェアハウスの内容を話してますと、まあ、今回俺が契約者になった上でそのメンバーの誰かを保証人にすることによってシェアハウスが成立してるんですよ、うん、あ、保証人俺やったっけ、うん、そう。一番保証的、一番保証的。いや、バンドをやってるっていうのも知ってるから、その2年間の間にさ、解散することだって考えられるし、うんうん、まあ、いつ飛んでもおかしくないような条件やバンドマンなんか、だからすっごい貸す側もう絶対嫌なはずやねん。そうやな、だから世界の終わりさんみたいにめちゃめちゃお金持ちで自分たちであの家を建てれてスタジオ作ってってできるならいいけど、賃貸なんで一応一戸建てでもね、そこがまず大変だったっていうのと、夜中関西からそう、これでもあの引っ越し業者を引っ越し業者を使わないっていう方法なわけやけどね。引っ越し業者ね、まあ、当然4人も男おるんやったら使わんでええよなとはなるけど、でまあ車ハイエースをね借りて、うん、もう一個あの林県の家の車で2台構えで全部乗せて、あれはいつやったかな、お昼ぐらいに大阪に、大阪だったっけ、関西、大阪にレンタカー、俺が俺とこ2人でハイエースを借りに行って、で家、神戸の家に持って行ってひたすら詰め込んで、で、夜、深夜に夜逃げのように合流して、吉成もなんか拾って銭湯かなんかに行き、行った、ラーメン食い、さあ行こうかっつって深夜に行ったね。もうハイエースなんかな、運転する機会ないんでしょ。ないよな。
俺は運転できんか分からんねんけど、機材量的にハイエースいらんもん。そう、まあ基本まあ買ってくるね。しかもまあその何荷物を積んでるからさ、バックミラーがもう見えへんわけよね。そう、怖えって。怖いよな、うん、そう怖いだから荷台で行ってるけど後ろに杖だかついてきてるかどうかが分からんから一回連絡すんねんどこってでなんかその日もまあ俺ら内見行ってなかったからさ、この家。あ、そうだ、行ったの。あ、そっか、行ってない。いや、行ってない。違うとこ行ったのは3人で住む用の家。あ、そうか、そうか、そうだから行ってないけど、もうそんな内見行ってるような余裕ないからなんか行って、あ、こんな家なんやみたいな。まず、まず、これは言っていいんでしょう。家賃が10万やったやん、うん、そうね、この家家賃10万で、どういうあれやったんやろな。2人、もともと2人入居の家やねん、ここは。そうそうそう、で2人みたいな感じだったよな。それ4人で住むならじゃあ12万円にしてくれませんかっていうふうに値上がりをしちゃったわけですよね。結構ギリギリの段階で。そう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 。でもちろん嫌やけど、安いに越したことはないから嫌なんやけど、うん、それよりも決めたいっていう思いがあったから、もうどっちでもええから早く決めてくれっていう思いがちょっとあったね。でまあ当然ギリギリに決まったから、うん、鍵ももらえんかったわけやん。な、鍵をわざわざ千葉まで取りに行ったの。だってこ運転してた、うん、だからここ2人はハイエースでもう直接家に向かい、もう一台の車で鍵を取りに行った取りに行ってもらったよな、千葉。あ、初めましてってそう、で、それを持ってきて、で、リンキは一回帰るって。そう、まあここで家の車を持っていこうかな、うん、もう1億するっていう。ハイエースは大阪で借りて、こっちで乗り捨て、乗り捨てっていうのだったんやけどね。まあでも正直だいぶ金かかった。まあでも業者使うよりはかからんやろうからね、うん、じゃあこれこシェアハウスの裏事情ね。でまあ無事に住めました。よっしゃやった、住めるぞ。楽しいのは最初だけ。一番最初に思ったことは、インターホンがない。いや、押すボタンはあんねん、もちろん。ここインターホンやなっていう。この家の事情やから。シェアハウスの、だからシェアハウスって実際どうなのって思ってる人が結構多いと思うんで、その話をしたいんですけど、シェアハウスって実際どうですか？他人と一緒に住むってこと。まあ、なんか、どうですか、その物件というよりは、まあ、もう誰か気持ち的なもの、気持ち的なもの、どこに住んだところで、みんなで住むっていうところに関してね。シェアハウスに関して、どうですか。どうって、多分吉田は一番何も感じてないと思うね。どう一番感じてんの、たまたまだと思う。ぶっちゃけようか。ぶっちゃけようか。マジで掃除せんよな、お前ら。いや、なんで俺らが掃除せえへんのか、ともきがめちゃくちゃ掃除するのか。いや、俺もそんな掃除してない。だって、ほっといたらこの家で掃除機をかける人なんかおらんねんから。おらんな。リンケンはこの中やったら一番何かをやってくれるタイプの人なんですよ。スイッチが入るとお風呂とかめっちゃ、トイレとかめっちゃきれいにしてくれる。シンクとかも洗ってくれるんですよ。お前ら二人よ。この二人、トイレの詰まり直すから。いや、そうそう、トイレ詰まったらゴキブリ対処するから。パッパイ、なんかあったらとりあえずリンケン、コンコンリンケンつって、自転車のパンクも直すから。インターホンは直せ。インターホンは直せ。まあ、だからさ、うん、この二人が、うん、2階に住んでるんですけど、そうす、ね、2階の汚さえぐいからね。でもトイレ俺掃除してるで、うん、でも使わへんから分からへんけど。俺も掃除してたよ。とでもちょっじゃあさ、現状さ、俺2階トイレ掃除してんねんけどさ、1階の方が汚いやんって話になるから。ああ、そうやな、ね、それはそれはもう別にいいわ。それなんですよ、うまくいく秘訣って、もう、そう、人に押し付けないことだと思うんですよ。
例えばトイレめっちゃ汚い、いやなんで掃除せえへんのじゃなくて、トイレ汚いな、俺は綺麗なトイレを使いたいから俺が綺麗にしたらいいや、うんっていう飲み込みをしたら別にみんなハッピーなわけじゃないですか。いけるラインって。だからそう、俺はもう綺麗にしたいなって思った時に綺麗にしてるし、ただよくを言うならば、あ、綺麗にしてくれてありがとう、その一言があればいい意外と気づかないんですよ。俺はあれよ、ほんまにそういうのはちゃんと最低限しやなあかんなと思って言うようにはするけど、たまにはするけど、ね、だってゴミ捨てへん。ゴミね、今上に3つは上3つだからゴミの日っていつか知ってる、うん、何曜日か知ってる、月木、え、月木じゃない、月木、金曜日はペットボトル、月木っていうこれを2年間の間お前何してたって話わかります。俺こないだびっくりしたことがあって、段ボールも捨ててないんだよな俺、うん、ほんで、あの2019年の2月ぐらいに買ったでっかいテーブルの段ボールが上にあって、ね、俺のヒューマンステージのレベルが低い。ヒューマンステージ、ヒューマンステージレベル、そう、人間としてのレベル2レベル2だから俺らはそのある程度、うん、バンドっていうくくり、まあ、つながりがあるから、その、まあ、結構楽しいことだったりしんどいことも、まあ、一緒に苦労して乗り越えてきてる中であるから、別にうまくいってると思うんですよ、あの一緒に住むことにおいてね。これがね、ほんまに仲良し4人組がただ集まった状態でシェアハウス、俺はすぐ抜けてるいや、だって別にさ、最終的にはもう、まあ、シェルフィッシュのためやっていう、まあ、どっかしら気持ちがあるわけよ。何もないんやで。だって仲いいだけやん。プラスアルファでなんか仕事増えてるだけやもん、それって。そう。っていうのがなかったらシェアハウスは俺はおすすめせん。せんね。あとは役割分担せん方がいい。せん方がいい。絶対守らへん。いや、もう最初に決めようみたいななったけど、決めへん神戸絶対うまくいくってもう分かってて。てかもう神戸の時点で役割分担はしないっていうのが決まってて、神戸の段階で結構分かったもんな、うん、あ、してたの役割分担。いや、してしようって言うて、最初はどうしようかみたいな話だったけど、けどもう、あ、これそれどうしよっかって言ってる間に時が流れていって、あ、これ無理やなってみんながうすうす感じてて無理やんなとかいう話することもなく今現状で落ち着いてる。もうなんかそこはもうグルーブで感じただからまあシェアハウスは難しいっていうのと、もう審査に確実に通らない。それがめちゃめちゃ、まあ、例えば同棲とかなんかめちゃめちゃちゃんと働いてて超一流企業の3人組の男の子がデカめの家借りますとかやったらいけるかもしれない。ちゃんとした職にはついてない。そうそう、ついてるけど、ついてるけどね、まあ、まあ、正社員とかね、まあ、ではないからな。そうそうそう、っていうのがないと難しいし、うまくいくためには誰かがきっと我慢しなきゃいけない。で、我慢とかいう、我慢してる間はダメやん。だからそれをもう飲み込んで当然のことやと思い出したら、もうだから自分のことをいかに騙せるかみたいな、ね、慈悲や。そうそうそう、バンドマンでも、バンドマン関係で言うならば、うん、まあ普通に夜中にギターの音はする。そう、するする隣で、あーって歌唱練習してる。カエルの歌を練習してます。もうあのお昼段階でこいつの歌声が聞こえるし、うん、結構もう1時2時の深夜にこいつのギターの音は聞こえる。壁が、でももうそれに関してはなんか不快じゃないっていうかさ、そういうもんやっていう話やけど、まあそういうもんやっていうふうになってしまえば、うん、そうやね。これあれやで、4人結構、あ、僕以外ですか、僕以外の懐の広さが試される。まあ、あれけど、まあ例えばじゃあ逆にまあデメリットばっかり言ってるけどさ、良かった点ってあります？まあ多分だからもうお金、安いよね、単純に割るようなわけやな、
まあ、杖だが持ってほぼ持ってきてくれてんだけど、まあ、家賃が割るようやし、光熱費とかそういうのも割るようになるわけ、うん、そこはまあでかいよね。あと何かあった時があるし、確かに。なんかこう、まあ、例えば俺はもうゴキブリ出た時とかは、もう、リケリケリケ、使ってくるリケリケリケ帰ってくるまで、その出た、ゴキブリが出た部屋を閉めといて、あっちにおると思う。帰ったらリビングでギター持ちながら練習してる。何してんの？だったな、昔やったな。だってさ、部屋でさ、ギター弾いてたらさ、顔上げたら目の前にゴキブリおるやで。うわーって思って、うわー思った。千原ジュニア。そう。まあそういう点は良かったというのと、まあやっぱ、多分一人暮らしを経験してないから分からんけど、まあ、誰かがおるっていう安心感とか、例えばご飯を食べるときにたまに一緒に食べたりするやん、まあいいよね、なんかいいよねっていうのはあるね。すぐ情報共有できることとかも、例えばみんな YouTube によく見るやん、これどうみたいな、ちょこれだけ見てどうビリライシュこれどうっていう楽しさはあったね。ワイワイ。まあでも注意してほしいのは家具とかはみんなした。注意した。急に気づいたな。どえらいどえらいカミングアウト。注意してほしいのは。そうだから家具関係はそう、誰か全員で割って買うんじゃなくて誰かが買った方がいい。こうやって別々になるときに、そう、ああ所有の誰が持つみたいなのにやると多分すごいややこしいから、そうほとんど強いだけ買ってるけど、あほぼほぼそうやね、俺のね、まあ持ってきてやつ、そのくらいちゃう、もうメリット、だって俺もみんなの食器借りてたもん、そうだから俺もう、まあ、だからその揉めるところはお金関係なんじゃない、一般的にやっぱりだからバンド関係なくシェアハウスというものに関して揉めるところはお金関係やと思うんだよね。お金と家事じゃん。お金と家事。そう、各々のさ、なんやろ、バイトとかの生活スタイルが違うわけやん、うん、バンド関係なく、うん、そこもやろな、あ、物音とかってことやろ、まあ夜中とかね、なんかこう、まあだからそれぞれいかにこうなんていうの、寛容基準を下げれるかというか、全然別にこれぐらいは気にせえへんよっていうレベルをすごい下げないと、まあ人と一緒に住むっていうのは難しいよね。4人だしな、うん、そう、しかも俺ら4人って4人とも全然性格違うから、だから逆にそれがいいんじゃん。まあそうやな、今結構割り切れる、まあ、なんかこう3対1とかにはならへんから、うん、そう3対1きついな、きついな。こっからはもうシェアハウスをやめてそれから別々に暮らすけど、それはそれでまた楽しみだね。みんな、まあ、たまに行ったりとかするし ね、うん、ね、多分。え、君らをなんか、うん、そんな行き来するの？え、そんなつもりで言うか、ていうかもう普通に遊びに行きたくない。来る吉田んちはな、ほらせーの、吉なりんちゃん、吉なりんちゃんこういうとこです。3対1にならないところ、こういうところです。だから結論から言うと、お金と家事、これさえなんとかうまくやれるならシェアハウスしてもいいんじゃないの、けど無理にせん方がいいと。それなら別々で住んで、近いところに住んでお互いの家で遊ぼうよってやったら絶対にうまくいく、そうね、っていう結論です。あとはあの誰が何をできるかっていうのは思ってたわ。把握した方がいいね。そうね。何もできるわ。お前何もできる。だからあの うちやとお金関係はたあの、そう、家事じゃないな。ライフラインとかの契約と、契約は基本的にここはそう、そういうのが管理してて。まあ、なんか掃除とかそういう家事とかは玉谷がやってて、なんかやばいってなった時は大体俺に連絡くるしいみたいな。台風の警報の準備はできてくる。おにぎり7個作った。いや、お前何があるか分からんから絶対準備した方がええだよって、そんなんなんやろうと思ったら避難してくれた。こいつらパンイチやったから。俺シャワー浴びてジェンダーで出た。避難してくださいの頃シャワーやったもん。それもいい思い出です。
なのでシェアハウスの方は気をつけてください。よっぽどの相手じゃないとやめとけよ。じゃあな、面白いと思ったらチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。